5時から5時半までは歌のアルバムの時間です。今朝は水曜日、水曜の朝に皆様にお届けするアルバムは千春由美子の花の演歌女子力です。朝からディープな女子トークをお届けします。さあ、歌のアルバムが今から開きます。この番組は悟空、日健ホーム、カラオケラウンジマイカの提供でお送りします。さあ、今週も始まりました、千春由美子の花の演歌女子力。この番組は酒井千春、八木由美子でお送りします。おはようございます。ただいまお聞きしていただいた曲は私酒井千春の言葉裏腹です。今週もですね、先週先々週に引き続き今目ね、はい、そうですね、3週目でございますけどもね、はい、かわいいです。今咲ちゃんに来ていただいております、はい、お越しいただきました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。今日元気ね、はい、はい、慣れてまいりました、はいはい、そうですね、はい、今日はですね、11月18日ということで、何の日かというと音楽著作権の日、ジャスラック設立の日で1939年に設立されたということで、はいはい、うん、結構ジャスラック歴史がありますね。すごいですね、最近はこうジャスラックの方も厳しい、はい、厳しい厳しい厳しい、この番組もね、うん、著作権っていう最近こうアップをするようになったんですけども、はい、で著作権でこうアップができなかったりするので、はい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 、厳しいですよね。ちょっとずつカットしてやっていくと、うん、アップができるので、うん、後日もしね、うん、番組を聞かれなかった方は YouTube でも聞けますので、はいはい、ぜひ聞いてほしいですね。ぜひ聞いていただきたいなと思いますしね、はい、私も YouTube 自分の曲もアップされてますし、はいはい、
今井さんもね。あ、そうです、ね、私もですね、ね、はい、はい、されてますし、ケンさんもありますので、はい、です検索していただいて、はい、で、この番組はその番組を開くとその方の CD も買えるようになっておりますので、ね、うん、ぜひついでにポチッと買っていただけるとありがたいなと思いますけどもね。おはようございます。おはようございます。さあやってまいりました、はい、今日もえんちゃんの突然クイズです。はい、参ります。はい、王様が9人集まりました。はい、何をしているでしょうか。ん、王様が9人集まりました。王様、さてこの王様は何をしているでしょうか。応急処置。遊んでるの。応急処置。遊んでるの。でもそういう感じですよ。そういう感じです。え、そっち。うんうん、王様と9人というのを使ってます。王様が9人、何でしょう。トランプ。トランプ。うーん、違う。トランプ。ちょっと違うか。違う。だるまさん転んだ。なんでそんな顔違う。王様9人。もっと真面目に考えてください。はい、怒られちゃった。何だろう、王様が9人。さあ何ですか。なんかこう王様を言い換えるんですかね。あ、そうです、そうです、そうです。もういいとこでも行きましたよ。じゃ、キング、キング、お、お、キング、お、キング、キング、キューは？いい感じですよ。キング、ナイン。そう。え、パチンコ？好きなんですか？それちーちゃんが好きなんですか？ちーちゃん。違いますよ。違います。キングはいいのね。キングはいいとこ行きましたね。キングはいいんだ。もうあとキングとキング、キューをね、うん、はい、うまい具合に使ってください。キング。もう女性は得意ですよ。おしゃべり。しゃべり。キング。どっか行っちゃいましたね。キングと。クッキング。お、正解。わあ、なるほど。さあ今日はゆみちゃんすっきりしましたね。すっきり。ありがとうございます。さあ今日もね、ゲストの方と楽しくやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。おかしなお菓子株式会社悟空、 QR コード付きせんべい、岐阜の名産品八乙せんべいをベースに販促品として喜んでもらえる商品です。チラシから食べれる広告へ、電話 050-5848-6383 まで。それでは曲紹介でございます。ゲストの今井咲さん、曲紹介お願いいたします。はい、私今井咲のデビュー曲で望郷長良川、聞いてください。背中に向けて流れた日傘、戻りたり姿やつれて、いいよと出直すつもりやってきた。銀肉へすっとび急ぎ足、黒山坂やる気で
えて辛い涙の味を知る。人の情けにすがりつき、受けたぬくもりもらいさがけ、酔えずにしみる吹きさらし、日経ホームの高橋です。家づくりで大切なことは作り手の心と責任感です。日経ホームにして本当に良かった、人に自慢したくなる家を作れ、これが我が社のモットーです。頑丈で安全な家づくりは私にお任せください。日経ホーム、はい、先週はですね、はい、ちょっと真面目な感じでね、そうね、話させていただいたんで、はい、今日はちょっとね違ったことを話させていただこうかな、違った感じでね、さきちゃんのね、あのいいところを引き出していただこうかなと思うんですけども、はいはい、あの先週はお、ね、お好きな食べ物が刺身とキノコ類だと、うん、そうあの言ってたんですけども、反対に嫌いな食べ物ってあります、そうですね、強いて言えば、うん、昆布、うん、はい、昆布はちょっと苦手かな、でも出されたら食べます。わかめは大丈夫なんですけども、昆布の煮たのが、あら、はい、くにゃって感じが、いや歯ごたえじゃなくて味ですかね、うん、あ、匂いがね、磯の香りみたいなのがダメ、ね、うん、わかめも匂いしません、磯の香り、うん、昆布の方がきついかな、やっぱり、そうかもしれない、ね、あ、そうかそうか、はい、でも昆布食べなくても死なないから大丈夫ですね、はい、気ないものがね、ね、そうなんですよ、はい、でも食べるの好きですか、食べるの大好きです、大好き、はい、もう今一番いい時期だからね、美味しいものが出てますからね、はい、ねえ、どっか美味しいものを食べに行きたいわよ、ね、行きたいですね、旅行とかそういうのは、うん、旅行ですか、時間がない、うん、そうですね、あの普段お仕事してますし、うん、まあ、土曜日とか日曜日は歌の、ね、うん、お仕事もありますので、なかなか、はい、こう行きたいんですけども、歌の仕事のついでにこう、はい、そこに行って、うん、ちょっと観光して、うん、そんな程度だよね、そうですね、こう、はい、お泊まりでとか温泉にとかっていうのはなかなかこの仕事してるとできないですよ ね、はい、ね、夜遅かったりとかね、朝早かったりしますので、でも、まあ、想像で、はい、例えばじゃあ旅行へどっか行きたい、はい、行くとしたら、はい、女同士で行くか、それとも男性と一緒がいいか、どっちがいい、うーん、そうですね、素敵な男性がいたらね、いいですけども、やっぱりそっちの方がいいですか、どっちがいい、どっちもいいですね、どっちもいい、女性ばっかりは女性ばっかりでワイワイ、うん、そうです、でもやっぱり男性も一緒に、また違う感じでいいんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、そうよね、でもあの温泉とか行っても絶対別々じゃないですか、別々一緒に入れないですか ね、そこが残念だね、うん、でも家族風呂があります、家族風呂がそうですね、貸し切って、うん、ね、そうです、でもあのこの前もなんか聞いたけど、はい、あの隠すとしたらどこを隠すかっていうのちょっと聞いてみたいね、そうそう、お風呂でねこう入ると、はい、こう体を隠すじゃないですか、上か下か、そうです、どう、そうですね、顔、あ、一緒だ一緒ですか、私と一緒だ、ね、そう、顔隠して、そのこと顔隠しちゃいます、え、でもそうか、お風呂入るときは、うん、こうお化粧してたりするので、うん、まあ、そのままで行きますよね、はい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 、その時も顔を隠していく、そうですね、反対に今井咲だとバレるとちょっと恥ずかしいですからね、やっぱり、あ、そっか、はい、もう、それで普段はあまりメイクも、うん、はい、きつくはないので、うん、あの多分道歩いてても誰も気づかないと
はい、思っております。そっか、私もすっぴんなので気づかない。え、ちーちゃん化粧して化粧してストーリーさん化粧した姿を初めて見られて素通りされましたからね。そうなんです、姉さんのマネージャーさんに。普段はじゃあ化粧なしだからってこと、うん、もうちーちゃん普段も可愛いから、うん、でも化粧するとビシッとこう化粧映えしちゃうので、そうするとあれちーちゃんいないいないってここに挨拶してもあれちーちゃんいないんだけどすごい切ない気持ちになりますけどもね。ありましたね、そういうことが。こう例えばこう一緒に行くとしたらどういった男性、そうそう好きなタイプね。好きな男性ですか。そうですね、好きなタイプ、まあ容姿とか、うん、まあ、年齢もそれほど気にならないんですけども、うんうん、やっぱりあの心の広い器の大きな人がいいですよね。あ、どっちかというと何リードしてくれる方の方がいいの。そうです、はい、もちろん、ね、もう俺についてこいタイプ、はい、まあ、そうですね、私優柔不断ですので、うん、はい、もう迷った時にはもうすっぽりこう包んでくれるような感じがいいですか。はい、パパッと決めてくれると楽ですよね。あ、そっか、はい、年齢上限はどれぐらいそうですね、あんまり上でもあれですから、うん、ね、下も OK なの。下も年齢下もいいの、うん、まあそれほどどうなんでしょう、年下あんまり、はい、あの分かんないあ、そうか、なんかさくちゃんだとさ今の話聞いてると結構ちょっと 上がそうだね。そうですね、あの包容力のある人っていうとなんか周りにやっぱり年上の方がいるので、うん、あのなんか安心しますね。そういう方でもいいのかななんて、はい、思っちゃいますけども。そんなこと言われると狙われるぞでもどっち尽くす感じ、あ、さきちゃんは尽くす感じ、はい、頑張って尽くします。あら、はい、みんな尽くす人ばっかりなのよ、ね、ねえ、そうです、ここにゲストに来た方ね、みんな、ね、みんな尽くす人なんですよ、うん、このパーソナリティと違ってやっぱりこうなんか自分でバリバリやってるから そういうところでこう心を癒されるというか、うん、癒すというか、うん、そうですね、うん、心のこう通う人が欲しいっていう感じですかね。ちょっとこう、ね、忙しい中にこう心が休めるところがあると、うん、やっぱこう、ね、うん、悩み事とか相談とか別に解決しなくていいんで、うん、聞いてもらえる人もらえればいいですっていうのが、うん、はい、そうだからね、ちーちゃんとあの私はどっちかっていうと包容力っていうかこうなんか言われるとムカってくるからできれば、ね、あの尽くすよりも尽くされたい、ね、そう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 、すべてのことをやってもらいたい、どっちかっていうとそういうのでこうわーとか言っていろんなでも縛られるの嫌だしっていう、うん、わがままのパーソナリティでも困っちゃう、ね、うん、だからこうね、こう尽くす女性が来るとあそうなんだってね、羨ましい、ましいなと思ったんですけど、とっても可愛い感じでね、うん、でも絶対そういうもう年上の方から可愛がってもらえるような包み込むような、ね、うん、そんな感じですもんね。そうですか、ありがとうございます、はい、もうラジオのね、ラジオだからもったいないわね、もったいないお見せできないんで、本当に、ね、ね、はい、あのじゃあのあれですね、 YouTube の方にブログもね、そうリンクさせてもらって拝見すると顔、はいはい、も拝見できると思うの で、あの帰ったら YouTube を聞きがてらちょっとチェックしていただければいいのかなと思いますけど、ね、楽しみにしてください。結構ね、あのいろいろご活躍されてるのも私も拝見してますので。そうですか、ありがとうございます。ブログの方でね、うん、はい、はい、またよろしくお願いいたします。それでは早速になりますけども、続きましての曲紹介お願いいたします。はい、私今井咲の望郷シリーズ第2弾望郷歌しぐれ聴いてください。
バネロ日本海のさすらい千鳥も泣くだろうか。流れ流れて住み着く町の情けしみじみ歌しヤギ由美子のお店カラオケラウンジマイカ、愛知県犬山市松本町 1-139、 月曜から土曜の夜7時から12時までの営業。電話番号 0568-62-4003。 はい、番組も終盤となってきました。さきちゃんいかがでしたか？はい、もう本当に楽しかったです。楽しかったね、はい、楽しかったです、うん、またね、ぜひぜひお邪魔していただきたい、はい、ぜひお願いしたいと思います。それでは早速ではございますけどスケジュールお願いいたします。はい、来月のですね12月の5日岐阜県は鴨郡坂穂町で、今井咲講演会主催によりますディナーショーを開催させていただきます。お昼の時間なんですけども、歌謡ショーということで、やらせていただきますので、ぜひぜひ皆様お越しいただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。それでは八木由美子さん、よろしくお願いいたします。はい、私八木由美子ですけども、今月22日羽島市にあります紅葉社で3時からゲスト出演させていただきます。そして、もう来年の話になりますが、来年の1月28日木曜日、名古屋日本特殊工業で2016年新春名古屋歌謡祭に出演させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、私坂井千春ですね。11月28日は名古屋カサドラのユートピア高田さんで、ジョイサウンド主催による、紅白歌合戦を行います。一般の方も点数で競うんですけども、今回はなんと歌手の方も何名か見えて、点数をやりますので、ドキドキではございますけども、よろしかったら見に来ていただけたら嬉しいなと思います。はい、それでは皆様に光のシャワーが降り注ぎますように、素敵な一日をお送りください。いってらっしゃい。それでは最後に八木由美子の女花弾いてください。
ただ目が泣きながら浮世川越えてきた。あなたがそばにいなければ渡りきれない女が千春由美子の花の演歌女子力。この歌のアルバムではいろんな番組を紹介していきます。明日の歌のアルバムではさつき南風歌心をお送りします。ナビゲーターは井上舞でした。それではまた明日の朝。この番組は悟空日経ホームカラオケラウンジマイカの提供でお送りしました。